はい、どうも皆さんこんにちは、近鉄ファンです。今回はですね、先日ね、近鉄から公式で発表された、近鉄のね、今年の終夜運転、また、伊勢神宮の初詣の参拝に、便利なね、お得なね、切符について、今回は、詳しくね、紹介できたらなと思っております。今日もよろしくお願いいたします。はい、まずね、近鉄の公式のね、初めの文章を読んでいきたいと思います。年末から年始にかけて臨時列車及び運転区間延長列車を運転します。今年も大阪、名古屋から伊勢方面に、火の鳥の臨時列車が走ります。近鉄では大晦日から元旦にかけて終夜運転（一部線区を除く）を実施し、年末から年始にかけて臨時列車を運転します。大晦日から元旦にかけては昨年に引き続き臨時特急列車火の鳥を大阪、名古屋から伊勢方面に各3往復運転するほか、お客様の利便を図るため一部の駅構内のファミリーマートが終夜営業を行い、主要ターミナル駅では止め置いた車両をお客様の休憩スペースとしています。なお、12月30日土曜日から1月3日水曜日までは土休日ダイヤで運転します。また12月31日日曜日から1月3日水曜日までの特急券は12月1日金曜日10時30分から販売します。年末年始は近鉄電車をご利用いただき、近鉄沿線へお出かけいただければと考えています。主な運転計画及び、詳細は別紙の通りですということで、これからね見ていきたいと思います。まず大阪地区ですね。大阪地区の12月30日土曜日と12月31日の日曜日に、運転される臨時特急ですね。臨時特急大阪難波発近鉄名古屋行きが、1日1本ずつ、近鉄名古屋行きから、大阪難波行き特急が1日1本ずつ、大阪難波から伊豆津川駅特急が1日2本ずつ、伊豆津川から大阪難波駅特急がそれぞれ1日2本ずつとなっております。はい、これからですね、終夜運転、大晦日から元旦にかけての、臨時列車及び運転区間延長列車について、紹介していきたいと思います。まず、火の鳥で運転する臨時特急列車の、時刻ですね、動画に載せていると思いますが、大阪方面から、伊勢方面に行く火の鳥は、大阪難波毎時0時ちょうど発、1時ちょうど発、2時ちょうど発があって、それぞれ伊豆津川駅には1時57分、2時57分、3時50分に着きます。そして折り返しのね、伊豆津川から、大阪方面に向かう火の鳥は、伊豆津川2時35分、3時35分、4時8分、というやつがあり、大阪難波、終点大阪難波にはね、4時27分。で、二つ目の電車に関しては大阪上本町止まりになりますので、5時19分。三本目は大阪難波止まりで5時56分になります。火の鳥の停車駅、一部列車は、大和高田、桜井、灰原、名張、伊賀神戸、榊原温泉口、伊勢中川、松坂にも停車するみたいです。また名古屋方面からも、臨時のね火の鳥が運転されます。名古屋駅も近鉄名古屋駅から伊勢方面の列車に関してですが、近鉄名古屋駅も大阪難波駅と同様、近鉄名古屋駅を0時ちょうど、1時ちょうど、2時ちょうどの、に出発して、伊豆津川駅には1時26分、3時26分、2時26分、3時26分というになります。伊豆津川から名古屋方面に折り返す電車ですが、伊豆津川駅を2時4分、3時4分、4時4分に出発する電車があって、名古屋駅にはそれぞれ3時31分、4時31分、5時32分とに到着します。また、名古屋方面、名古屋名医特急ですね、名医特急の停車駅は桑名、四日市、白子、津、死体、伊勢中川、松坂に停車します。大阪線は一部の列車がね、さっき、言われた停車駅になると思うんですが、大体の大阪線の大体の火の鳥の停車駅は大阪難波、大阪上本町、鶴橋、大和八木、伊勢市、宇治山田、伊豆津川となって、
一部列車には大和高田、桜井、灰原、名張、伊賀神戸、榊原温泉口、伊勢中川、松阪にも停車するとありますが、名古屋名特急はすべてのね、火の鳥が、近鉄名古屋、桑名、四日市、塩湖、津、久井、伊勢中川、松阪、伊勢市、宇治山田、伊豆津川に停車しています。ではね、運転区間延長だったりとか、一般列車をね、どんな感じで、それぞれ路線はどんな感じでね、運転されるのかですが、大阪線の特急は、まあ、先ほど紹介した通り、大阪難波から伊豆津川行き特急とかが、約30分から60分間の間隔で運転されます。7本ありますね。そして、大阪線の普通電車ですね。大阪上本町から灰原、名張間まで運転されるのが、約30分間隔で運転されます。次、奈良線ですね。奈良線は大阪難波から近鉄奈良行き特急が0時台と2時台にあります。また折り返し、近鉄奈良駅から大阪難波駅まで戻ってくる電車が1時と3時台にあります。また普通電車は大阪難波駅から近鉄奈良駅間で約20分から30分間隔で運転されます。京都線、橿原線、天理線ですが、京都駅発、宇治山田行き特急が1時台に1本、伊豆津川から、京都行き特急が、3時台に1本、京都から京都もしくは大和西大寺駅発橿原神宮前行き特急が0時台と3時台に1本ずつ、橿原神宮前から京都もしくは大和西大寺駅行きの、電車が1時台と4時台、大和西大寺駅発京都行き特急が、0時台に1本、また普通電車、まあ、また一部急行なんですが、京都駅もしくは新田辺駅から大和西大寺駅または大和西大寺駅経由橿原神宮前駅は終夜約20分から30分間隔で運転、京都駅もしくは平畑駅から天理駅間で終夜運転約30分から50分間隔で運転。京阪奈線、生駒線、市議線ですが、長田駅から学研なら富ヶ丘駅間で終夜運転約30分から60分間隔で運転、生駒駅から王子駅で終夜運転約80分から100分間隔で運転、河内山本駅から市議山口駅間で終夜運転約30分間隔で運転されます。南大阪線の特急は大阪阿部野橋駅発橿原神宮前駅特急が2時台に1本、橿原神宮前駅から大阪阿部野橋駅に行く特急が1時台に1本、また普通電車一部準急になりますが、大阪阿部野橋駅から橿原神宮前駅間で大阪阿部野橋駅発2時20分発までで約30分間隔で運転されます。また橿原神宮前駅発は1時40分発まで約30分間隔で運転されます。古市駅行き最終列車は橿原神宮前駅3時25分発となります。釈戸駅から橿原神宮前駅間が0時台と2時台に、あります。また道明寺線、五瀬線、長野線の普通電車ですね。道明寺駅から柏原駅間、道明寺駅発2時34分までで約20分から40分間隔、柏原駅2時42分発まで約20分から40分間隔で運転します。釈戸駅から近鉄五瀬駅間は釈戸駅、3時37分発まで約50分間隔で、近鉄五瀬駅、2時45分発まで約50分間隔で運転されます。大阪阿部野橋駅、古市駅から河内長野駅間は古市駅発2時28分まで約30分間隔で、河内長野駅2時50分発まで約30分間隔で運転されます。生駒ケーブル、西市議ケーブル、平城山ロープウェイなんですが、生駒ケーブルに関しては鳥居前駅から宝山寺駅間は昼夜約10分間隔で運転されます。宝山寺駅から生駒三条駅間は5時30分頃から約10分から20分間隔で運転されます。
なので昼夜運転っていうよりかは、近鉄の、生駒ケーブルの三条線は、まあ、始発の時間がちょっと早まったって感じですね。西市議ケーブルにつきましては、市議山口駅から高安の山駅間で昼夜約20分から30分間隔で、平城山ロープウェイは平城と山口駅から、平城山城駅間で5時10分頃から約30分間隔で運転。これもね、始発電車がちょっと早まったって感じになります。またこれを聞いて分かる通り、大晦日から元旦にかけて運転をしない線区は吉野線と俵本線となります。一方、名古屋統括部ですね。名古屋統括部、名古屋地区になりますと、近鉄名古屋駅から五十鈴川駅特急が22時台と0時台から2時台。そして五十鈴川駅から近鉄名古屋駅が2時台から5時台。そして普通電車は近鉄名古屋、もしくは近鉄四日市駅から伊勢中川駅が、下り0時から1時台と上りが2時から4時台にあります。伊勢中川から五十鈴川駅間は昼夜約30分間隔で運転されます。平田町から伊勢若松駅間は最終列車の、繰り下げ及び始発列車の繰り上げですので、昼夜運転って感じではないですね。また、これね、名古屋線につきましては1月1日から1月3日および、1月6日から1月8日のねにも運転される列車があるので、それをね、見ていきたいと思います。近鉄名古屋駅から宇治山田駅が、1日2本増えます。鳥羽駅から近鉄名古屋駅も、1日1本増えます。また急行ですが、近鉄名古屋駅から松阪行き急行を五十鈴川行き急行に変更するのが1日1本。松阪駅から近鉄名古屋駅を急行を五十鈴川駅発着にするのが1日2本。宇治山田駅発近鉄名古屋駅急行を五十鈴川駅発に変更するのが1日3本。そしてこれは1月1日から1月3日までしか運転されませんが、普通電車のね、鳥羽駅から宇治山田駅が1本あります。という感じで、いろんなね、いろんな、終夜運転の方法がありますが、今回ね、終夜運転を実施されない路線として、吉野線、そして、俵本線、そして湯野山線、鳥羽線の、伊豆津川から鳥羽駅間と志摩線は、終夜運転を行いませんので、それだけね、知っていただければと思います。詳しくはね、近鉄の、まあ、僕の声が早いとか、あの動画に追いつかない場合は止めて見ていただいたりとか、近鉄のホームページから飛んでいただければと思います。概要欄にね、リンクだけは貼っておきます。また、留置車両を休憩スペースとして開放する駅ですが、まあ、あくまでこれは予定ですが、大阪難波駅は0時30分頃から4時頃まで、大阪上本町駅は0時50分頃から5時30分頃まで、近鉄奈良駅は1時10分頃から6時10分頃まで、近鉄名古屋駅は0時10分頃から5時ちょうどまで、となっております。また、校内ファミリーマートが終夜営業する店ですが、大阪難波駅の近鉄難波駅東改札外店、大阪上本町駅の近鉄大阪上本町駅店、鶴橋駅の鶴橋駅東3回店、大和西大寺駅の近鉄西大寺駅改札内橋上店、宇治山田駅の近鉄宇治山田駅改札外店となっております。またね、この、終夜運転を行うにあたって、初詣ね、伊勢神宮の初詣に行かれる方もたくさんいらっしゃるかなと思いますが、その時にね、便利な切符について、2つほどあるので紹介させていただきます。まず1つ目は、伊勢神宮など近鉄沿線の初詣、初旅にお得な切符を販売します。
近鉄では今年も沿線の初詣20日目に便利でお得な初詣切符を販売します。伊勢神宮初詣割引切符は往復乗車券、特急券、松阪駅から賢島駅間のフリー区間乗車券およびフリー区間用特急券引き換え券2枚に観光施設の割引特典がセットになったお得な切符です。伊勢神宮ご利用、参拝後、そば、島の観光もお楽しみいただけます。このほか橿原神宮前初詣割引切符、新春お出かけ京阪なワンデーパスを販売します。これらの便利でお得なのは初詣切符で、伊勢神宮をはじめ近鉄沿線の初詣初旅にお出かけいただき、良い1年のスタートにしていただきたいと考えています。いずれの切符も2023年11月15日水曜日から12月31日日曜日までの年内限定販売ですと書いております。詳しく見ていきたいと思います。伊勢神宮初詣割引切符は、伊勢神宮初詣割引切符は特典も充実した便利でお得な切符です。松阪駅から賢島駅間は乗車自由、乗降自由のフリー区間とし、フリー区間用特急券引き換え券2枚や観光施設の割引特典もセットになっており、鳥羽、島の観光もお楽しみいただけます。大阪、京都、奈良、名古屋方面からの往復特急券引き換え券をセットにした切符と、特急券がセットされていない切符を販売します。さらに伊勢神宮で、日を置き物と交換できる引き換え券のほか、抽選で伊勢島特産品が当たる応募がセットされております。一応言っときますが、販売期間はね、先ほど言ってた通り11月15日から12月31日の年内になります。そして利用期間は12月30日の土曜日から1月31日水曜日までですね。そして使用開始日から連続3日間有効になります。なお1月30日にご利用開始して、まあ31日、2月1日と利用できるわけではありません。その場合は1月31日までで、有効期限が切れてしまいます。往復特急券付きの、値段につきましては、関西版が、5800円となりまして、初駅は大阪難波から近鉄奈良間、京都から大和西大寺、長田から学研なら富ヶ丘、生駒から東山、伏瀬から河内国部、河内山本から市議山口、大阪阿部野橋から上野大使、道明寺から柏原、古市から河内長野、下市口から吉野駅となっております。東海版は、5200円となっており、近鉄名古屋駅から近鉄蟹江駅の間に出発するものとなっております。子供用は大人の用の半額です。通常大阪難波駅から伊勢市駅までの往復は7020円、特急料金を含む。近鉄名古屋駅から伊勢市駅までの往復は6160円、特急料金を含むなので、少なくとも、1000円は言い過ぎか、それぐらいは安くなっております。大阪線は1000円いきますね。往復特急券がねセットされてないバージョンは、大和駅駅もしくは橿原神宮前駅から2700円、桑名駅もしくは灰原駅から2300円、近鉄四日市駅もしくは名張駅から2000円など1100円から3300円までの6種類を用意しております。販売箇所は近鉄主要駅の、駅窓口、特急券売り場もしくは近鉄ホームページからのインターネット通信販売となりますが、送料はお客様の負担となっております。また主な旅行会社からも、できます。またプレゼントね、何と交換できるんやいっていうことですが、松阪牛30名様、伊勢島パールポークウインナー30名様、伊勢海老の干物30名様、南張メロン30名様、名犬さん伊勢マグロ30名様となっております。主要観光施設の割引利用は切符の提示により、
遷宮館、神宮美子館、農業館、鳥羽水族館、志摩スペイン村、パルケスパーニャなど伊勢志摩の主要観光施設を割引料金でご使用いただけます。また滑車ら神宮前、滑車ら神宮初詣割引切符もありまして、主に大阪地区の初駅から滑車ら神宮前駅、滑車ら神宮西口駅、または、うねび御陵前駅などで、などの往復乗車券で、滑車ら神宮への初詣にお得で便利な切符です。滑車ら神宮、滑車ら神宮神門内引き換え所で、えと置物が受け取れる引き換え券もセットされております。また、発売期間とか使用期間は前回のね、伊勢神宮の割引切符と同じですが、有効期間に、差がありまして、利用日当日のみ有効となります。なお、12月31日ご利用の場合は1月1日もご使用になれます。発売額は大人1100円、子供の設定はありません。初駅は大阪阿部野橋駅から高橋駅、もしくは富田林から河内長野駅、大阪難波から河内山本駅、河内山本から市議山口駅間となっております。販売箇所は大阪府内の近鉄主要駅の駅窓口、特急券売り場及び、特急券等自動券売、自動販売機、MT 型、滑車ら神となっております。また、新春お出かけ軽ハンナーワンデーパスというものがありまして、大阪府、京都府、奈良県内、大阪線三本松駅伊勢の近鉄電車が1日乗り放題の切符です。さらに、滑車ら神宮、春日大社、三輪明神、安倍文書院、市議山、古書門店、生駒聖店、宝山寺ですね、石切り、これなんて読むんだ剣、剣神社、平岡神社、薬師寺、金光寺の、10社寺のうち、いずれか1社寺で、おみくじなどの特典が受けられる割引もセットされております。これは、販売期間は今までと同じですが、利用期間がね、ちょっと変わります。2023年12月31日日曜日から2024年1月8日の月曜日までとなっております。有効期間は、利用日当日のみ有効となります。有効区間は大阪府、京都府、奈良県内、大阪府三本松駅伊勢の近鉄線となります。販売額は大人1600円、子供の設定はありません。販売箇所は先ほど、滑車ら神宮の、割引切符、初詣割引切符と同じような感じになっております。詳しくはね、ホームページに記載されておりますので、その概要欄をご覧ください。はい、またね、阪神線からも、この伊勢神宮とか滑車ら神宮があったかな、わかりませんが、それのね、割引切符もありますので、それを、紹介したいと思います。阪神沿線初の伊勢神宮、初詣割引切符と、阪神近鉄新春ワンデーチケットを販売します。阪神近鉄沿線の初詣、初旅を便利にお得にお楽しみいただけます。ということで、読んでいきます。阪神電気鉄道株式会社と近畿日本鉄道株式会社では、阪神近鉄沿線の初詣、初旅をお楽しみいただける、阪神版伊勢神宮初詣割引切符と阪神近鉄新春1ワンデーチケットを販売します。阪神版伊勢神宮初詣割引切符は阪神沿線のお客様が伊勢神宮にご参拝いただくのに便利な切符で、阪神全線乗り降り自由な乗車券、神戸高速線を除く大阪難波駅から振り区間、松阪から賢島駅間までの近鉄線往復乗車券、往復は特急券割引券、引き換え券、振り区間乗車券、振り区間用特急券引き換え券2枚や観光施設への割引特典がセットになっています。大人は6300円と大変お得で、伊勢神宮参拝後には鳥羽、島への観光もお楽しみいただけます。
また阪神近鉄信州ワンデーチケットは阪神近鉄両沿線の初詣にご利用いただける切符で、阪神全線、神戸高速線を含むと近鉄奈良線、大阪難波駅から近鉄奈良駅間、生駒ケーブル、鳥居前駅から宝山寺駅間が1日乗り放題で大人1700円とお得な上、西宮神社、西宮恵比寿、生田神社、港川神社、永田神社のうちいずれか一神社の、折り年品引換券と春日大社、生駒聖天、宝山寺、石切剣屋神社、平岡神社のうちいずれか一社寺のおみくじ引換券がセットになっております。これらの便利でお得な初詣切符で、伊勢神宮をはじめ阪神近鉄沿線の初詣初旅にぜひお出かけくださいということで紹介していきます。阪神版伊勢神宮、初詣割引切符は、先ほどと同様、11月15日から12月31日までが販売期間です。また、使用期間はですね、12月30日から、1月31日まで、連続3日間有効となります。有効区間は阪神全線各駅、神戸高速線を除きますが、それから、近鉄のフリー区間までとなっております。大阪難波駅と近鉄線フリー区間の間は1往復に限りご乗車いただけます。阪神全線及び近鉄線フリー区間では自由に乗降してご利用いただけます。販売額は6300円で子供用の設定はありません。通常神戸三宮駅から伊勢市駅間の往復は7860円、特急料金含む。神戸三宮駅から賢島駅間は9660円で特急料金含むです。販売箇所は大阪梅田、尼崎、神戸三宮、御影、神戸三宮の、神戸三宮の阪神線各駅長室、大阪難波の、駅窓口、特急券売り場、阪神電車サービスセンター各神戸三宮駅、近畿日本ツーリスト、日本旅行グループの阪神地区の一部支店営業所で販売されます。また、またですね、先ほども、言ったと、先ほどね、近鉄バージョンでもあった通り、プレゼント商品もあります。これはね、まあ、さっきとさほど変わらないので、まあスルーします。スルーっていうか、まあご自身で見ていただければと思います。阪神近鉄信州、ワンデーチケットは販売期間が12月20日から1月11日まで、そして使用期間は1月1日から1月11日までとなっております。利用期間中はお好きな1日、有効期限はお好きな1日です。終夜運転の実施有無によっては、ご利用開始時刻が異なります。近鉄は終夜運転を実施します。決定次第各社のホームページでお知らせします。有効区間はね、先ほど言った通り全線ですね。阪神電車は全線、神戸高速線も含みます。近鉄は大阪難波駅から近鉄奈良駅間、生駒ケーブル、鳥居駅から宝山寺駅間となっております。販売額は大人1700円です。子供の設定はありません。販売箇所は阪神だと大阪梅田、尼崎、神戸スコア甲子園、御影、神戸三宮、新海地の、各駅長室及び各改札口、各駅改札口、各西より港川を除く、阪神電車サービスセンター、神戸三宮駅、駅員不在時を除く。近鉄は大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、東花園、生駒、学園前、大和西大寺駅、近鉄奈良駅の各駅窓口、特急券売り場です。大人3500枚の、限定販売です。売れ切れ次第販売を終了します。となっております。こんな感じで、はい、こんな感じでね、
近鉄も終夜運転を行いますし、伊勢神宮または橿原神宮までね、お得に行ける、切符だったり、初詣切符だったりとか、乗り放題の1日乗り放題の切符など様々ね、いろんな、まあ初詣に向け、初詣来年に向けた、企画をね、あるので、まあまあよかったらね、今回ね動画で飛ばした部分も、いくつかありますので、詳しくね見たいって方は概要欄のね概要欄にホームページのリンクを記載しておきますので、そちらからゆっくり見ていただければと思います。まあ、まあ皆さんね伊勢神宮の方に来られる方も多いと思いますが、まあ体調には気をつけて、まあ安全にね来ていただければと思います。今回は、近鉄をね、終夜運転及びお得な切符について、紹介いたしました。よかったら、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。